レッスン終わった。今日は長かったね。そうだね、感想の振りが難しくて結構時間かかったね。早く帰ってアンスタしなきゃ。まだイベントのお仕事取れてないんだよね。感想の振りがまだ不安だから映像を見て復習しなきゃ。疲れた、お腹すいた。早く家帰ってラーメン食べよ。あ、そうだ、今日はその前にハロドリ用のコメント撮りがあるんだった。まどかと夏目もコメント撮りあるからメイク直ししといてね。わかりました、今からメイク直します。他のみんなにも伝えに行かなきゃ。で、キラリンドッキリだってバレバレなんですけど、コメント撮りの時は事前にインフォメーションがあるし騙されませんよ。で、米村さん、教えてくださってありがとうございます。私、帰ろうとしてました。急いでコメント撮りの準備してきます。もも、ちょっとこっち来な。ここは通すわけにはいかないよ。中山さん、意地悪しないでくださいよ。メイク直ししないといけないんで。もも、あんた騙されてんの。コメント撮りなんてないから。え、どういうことですか？コメント撮りの時はマネージャーさんから事前にインフォメーションがあるでしょ。なのに今日はそれがない。ってことはコメント撮りは嘘。つまりこれはドッキリなのよ。そんなバカな。みんな信じちゃってピュアだな。簡単に騙しちゃうな。あ、米村さん、ちょっとお話が。どうしたの、ももちゃん。あれ、メイク直し終わってないじゃん。もうすぐコメント撮り始まっちゃうよ。ですよね、急ぎます。で、もう騙されないぞ、米村キララ、覚悟しろ。あちゃおー、ももちゃんごめん。ピエッ、ハロゲン。え、やば、今日のお弁当えぐい美味しいやつやん。あー、ほんとだ。お肉が唐揚げで魚が鮭のお弁当か。かりんちゃん、どっちにした？私は鮭にしました。やっぱ唐揚げにしとけばよかったかな。まだ食べてない子もいるんで交換してもらったらいいんじゃないですか。確かに。いただきます。ゆりやちゃん、ちょっと待った。あ、はい。もしよかったらなんだけど、私の鮭とゆりやちゃんの唐揚げを交換してくれないかな、なんて。全然いいですよ。ありがとう、ゆりやちゃん。もしかして私に気を使ってくれてるだけで唐揚げ大好きとかじゃないよね。いえ、好きじゃないです。え、本当？じゃあ遠慮なくこの唐揚げいただくね。ゆりやちゃん、鮭弁当どうぞ。はい。やった、ありがとう。ゆりやちゃん、ほんと神。松原さん、唐揚げ好きじゃないって。しょっちゅう唐揚げ弁当食べてるし、今日も自分で唐揚げ選んでたし。松原さん。なに？今まで我慢してただけで本当は唐揚げ嫌いなんですか？え、唐揚げは大好き。どういうこと？意味わかんないよ。じゃあどうして石栗さんに唐揚げ好きって聞かれた時好きじゃないって言ったんですか？だってクラゲ好きって聞かれたと思ったから。ズコー。いただきます。あ、この唐揚げ弁当かぼちゃも入ってる。最高。かぼちゃって美味しいですよね。うん、私かぼちゃ大好きなの。かぼちゃのチャチャチャ、かぼちゃのチャ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 、かぼちゃのチャチャチャ。って、それおもちゃやないかい。違うよ、ハスミンが食べてるのはかぼちゃ。ズコハロケン。おはよう。って誰もいないし、ちょっと早く着きすぎちゃったな。あ、そうだ、この時間を使ってテスト勉強しよう。石栗さん、おはようございます。おはようございます。おはよう。朝から宿題ですか？うん、テスト前だからさ。歌もダンスも勉強も全力、さすがですね。邪魔しないように静かにしなきゃね。そうだね、あやなちゃん、静かにしてようね。うん、わかった、静かにしてよう。し、二人ともその声がうるさい。静かに。ねえねえ、私気づいちゃったんだけど。何？だから静かに。ほら見て、石栗さんの。あ、うわー、どうしよう。教えてあげた方がいいよね。いやー、それは無理だ、私にはできない。二人ともだから静かに。ほのかちゃん、ほらあれ見て。だから静かにって何回言わすんじゃん。石栗さんのズボン。
え、何が？あ、気づいちゃった。さあ、あやなちゃん、勇気を出して、いっちゃいゴーゴー。やっちゃいゴーゴー。前後が逆だよ、わーお、わーお。なんて言えるわけないじゃん。今日はここまでにして、そろそろレッスンの準備をしないと。あれ？ジャージのズボン、前後逆じゃん。恥ずかしい。ちょっと、みんな気づいてたでしょ？え、びっくり。全然気づきませんでした。私は気づいてましたけどね。違いのわかる女、村越彩奈。っていうか、村越ちゃんもズボン前後逆だよ。うわ、ほんとだ。私に憧れてるからってそこまで真似しなくてもいいんだよ。石切先輩、とことんついていきます。村越、お主かわいいやつよのって言ってるうちに、もうすぐリハじゃん。着替えてきます。同じく着替えてきます。え、リハ早めに始めますか？あ、石切さんと彩奈ちゃんが着替えてます。お待たせしてすいません。もうすぐ石狩さんも来ます。すいません。はぁ、あ、せっかく早く来たのに結局みんなを待たせてしまった。